A lifetime watching it slip away. Battle lines clouding the picture frame. I could try to wipe my mind, but it still wouldn't erase the ache. It lives here. 皆さんこんにちは、ともかです。私は今宮崎県のブーゲンビリア空港にやってきました。今日から1泊2日で宮崎県の旅をお届けしようと思うので、楽しんでいただけたらと思います。宮崎の、ね、魅力を2日間で頑張ってたくさんお届けするので、ぜひ最後まで、動画をご覧ください。では行ってきます。ということで、今無事高千穂峡に到着しました。宮崎の空港から高千穂峡までは高速使って車で約2時間ぐらいでした。高千穂峡まで来るあの道がめちゃくちゃ狭くて、約1年半ぶりくらいに運転したのでめちゃ怖かったです。今とりあえず着いたので、先にボートに乗るためにチケットを取りに行ってきます。ちょっとなんか駐車場がいっぱいあるみたいなので、どこを あったボート乗り場、先にちょっとボート乗り場に行ってチケットを購入したいと思います。ボート乗り場発見しました。多分こっちに行くのかな。こちらお客様、はい、こちら乗船名簿をご記入いただけます、はい、お時間記載しております。先ほど申し上げました10分前にはボート乗り場に、はい、私がいた時はスムーズに入れたので、やっぱり時間帯によってこんな風に変わります。こんな感じで観光地なので英語表記もありました。はい、ということで無事ボート予約できました。1席5100円で貸しボートが借りられます。やっぱりすごい人気みたいで、なくなり次第終了ということで、着いて次ご案内できる時間は何時ですよっていう感じでした。で、今時間がちょうど1時15分なので、ボートの予約時間は1時50分です。祝日とかは週末料金が追加されるみたいです。で、あとは、利用料とか保険料も含まれてるみたいですね。ボートの利用時間は30分っていうことで記載されてます。高千穂にただ観光に来るだけっていう場合は、全然時間とか気にせずに来ていただいていいと思うんですけど、せっかくだったらね、ボートに乗ってちょっと下からの景色も見てみたいなっていう方がいたら、ボート受付があるんですけど、そこに行ってもらってボートの予約することをお勧めします。私がね、10年前に来た時はボートに乗らなかったので、今回はせっかく来たので乗ってみたいなと思って、そのボートのね、乗船の様子だったりとかもお届けできたらなって思います。ということで、時間までちょっとこの辺をいろいろ散策してみようと思います。こちらが高千穂峡の案内マップなんですけど、ここにボート乗り場があって、で、私たちが止めた駐車場がこの荒良木駐車場で、ここはちょっと離れてるので金額は300円ですね。で、ここの駐車場からは歩いて5分10分ぐらいでここの、ボート乗り場まで来れるんですけど、受付はここにあるので、ここでボートの受付をしてそのままボート乗り場に乗船するっていう感じです。高千穂の周辺にはこんな感じでお土産屋さんとかがあります。ボート乗り場では受付を行っておりませんって書いてある。間違って乗り場行っちゃう人いるってことはね、きっと。確かに。行っちゃう。なかなか取らないかな。ではここから下に下っていきます。結構坂下るだね。これ上り結構帰り大変かも。でも左の景色すごい、水が透き通ってるのがもうこっからわかるよ。綺麗だよ。すごい。ボート乗り場に到着です。今、番号札を見せて、ライフジャケットをつけてもらいます。大丈夫？結構重い。そう、結構スチッとする、ね、これライフジャケットになる。センサーが中に入っていて、あーすごい、うん、すごい、ね、あすごい。中にセンサーが入って水に濡れたら膨らむらしいです。はい、番号札いただきます。おー、
ね。はい。え、難しい。重そう。はい。はい、わかります。はい。上げて、そうそうそう、はい、上手では、はい、大丈夫です。行ってきます。すごい、いや難しいよこれ、コテの得意。あ、そうなんだ、センスだねこれは。すごい、わー、水が、わー、あ、なんかこっち上がってきた。あ、涼しくなった。マジでプロ。プロでしょ。うん、マジでプロ。出しておこう。あ、すごい。絵になるわ。ボードの数がやばいです。渓谷の幅が狭いからね。すごい、なんか、ボートの行き来がね。おお。で書いております。はい、ということで高千穂写真と動画たくさん撮ったので、今乗り場に戻ってます。帰りは急。はい、ということで今貸しボート乗り終わりました。終わりました。マジで疲れました。かおちゃん頑張ってくれました。本当にありがたかった。あ、シューバナスソフト食べて、食べた、食べよう、美味しそう。ミクシーある、ミクシーある。ミクシー、あ、ミクスがいい。え、あ、じゃあ何のミックス？ヒューガナッツとマンゴー。え、嘘、マジで？ほら、やば。やばい。ちょうど船乗り場の横にソフトクリーム屋さんを見つけたので、はい、食べます。ここで食べます。右がマンゴー、左がヒューガナッツ。400円。はい。ではいただきます。めっちゃ爽やか。美味しいです。美味しい。ここが高千穂の写真スポットになってます。なんですごいたくさん人がいっぱいいます。でもここからね、撮る写真はめちゃくちゃ綺麗なので、ぜひ高千穂に来たらこの場所から撮ってみてください。はい、ということで高千穂を今日見終わりました。すごいね、めちゃくちゃ良かったし幻想的でした。綺麗でしたね、本当に綺麗だった、ね、でも思ったのが朝早く来ないと人が、まずボートの数が、そう、ボートめっちゃ漕ぎにくい、うん、めちゃくちゃ多いのと、あと光の加減なのかな、太陽の位置とかかな、うん、結構山だから、もう今3時なんですけど、3時にはもう結構日陰っちゃって光が届かないんだよね。そう、だから結構写真撮るのが難しい、難しかったんで朝一で来ることをお勧めします。で、ここに着いたのが1時で、今3時ぐらいで約2時間、結構駆け足で頑張って2時間、本当にバタバタだったから最低でも2時間ぐらいはここの高千穂峡に時間を設けた方がいいかなって思いました。はい、ではそんな感じで次は高千穂神社に行ってきます。こっちの方は流れが速い。高千穂峡の近くにこんな新しそうな素敵なホテルがありました。はい、ということで、2カ所目高千穂神社にやってきました。この鳥居をくぐった中の雰囲気がめちゃくちゃね、綺麗というか、なんかちょっと幻想的なんですよね。なんていうんだろう、神秘的って感じです。そうだよね、そう、集めてなかった。高千穂神社です。すごい光の感じが今いい感じだ。おー、素敵。この周りにあるね、木がまず樹齢何年っていう、はい、はい、では見る、見せようと一緒に。すごい、超自然なところに。残念。
アマテラス鉄道、時間が4時半じゃなくて4時20分ということで乗れませんでした。むしろさっき行って、あれがね、そうだったんだね、行っちゃった。明日のちょっと天気次第で来れたら来ようかなって思ってるんですけど、まあとりあえず今は次の目的地に向かいます。はい、続いて天野岩戸神社にやってきました。ここはね、なんかすごい境内が横に広い感じだよね。でもここもすごい、なんかちょっとだけ奥にあるんですけど、車で30分ぐらいかな、高千穂神社からかかるんですけど、でもここもすっごく雰囲気が良くて、松の木っていうのかな、ご神木とかがすごい背が高くて雰囲気がめちゃくちゃいいです。こちらが天野岩戸神社です。すごい素敵な場所です。お願いします。こちらですね、はい、はい、あ、ありがとうございます。ここの天野岩戸神社なんですけど、何が有名か、岩の洞窟の中っていうんですかね、に鳥居があるんですよ。すごいなんていうんですかね、雰囲気が幻想的で、ここに参拝に来る人がすごい多いみたいです。このね、まっすぐの道もめちゃくちゃいい感じです。ここに向かいます。先で 右に曲がります。外に出るんだね。安川原入り口、ここを下っていきます。やばくない？マジで。あ、現在少しずつ復旧中。もともとこれだったの、台風前は。うわすごいね。これが良かったんだけど。え、どういうこと？やばいかな。マジで台風14号の被害で。やばどれだけあれなんだろう。なんかさ、あれだよ今岩の洞窟の中の鳥居に向かってるんですけど、こんな感じのね、道をずっと今下ってます。おお、階段が結構急。こんな感じ。なんかやっぱ階段の上り下り多いね。まあそうだよね。おお、なんかすごい橋が、ね、綺麗な。この岩も大きい。めっちゃ穴場感が半端ないだね。ここは確かに日が明るくないと、うん、ちょっと暗いから早めに来た方がいいかも。あ、そうだね。高千穂行って、うん、高千穂神社行ってここ来ると、うん、朝から、うん、あ、確かにめっちゃ暗いわ。あ、やばい、やばすぎ。到着しました。めちゃくちゃ暗い暗い。はい、ありがとうございます。お土産をこちらで購入しました。名前はね、マルキクって読むのかな。レストランはここのオートキャンプ場イン高千穂のここです。はい、ということで夜ご飯のお店、鳥の炭火焼き高千穂にやってきました。今日初のご飯なんだよね。そう、 朝おにぎり食べて、冒険の中で。そう、全然ね、食べる暇なくめちゃくちゃバタバタしてたんで。メニューはこんな感じです。なんかサインがめっちゃあるじゃん、有名なのかな。メニューはこんな感じです。単品メニューがあります。チキン南蛮。この辺周辺がいい感じです。はい、また同じように焼いてきた。では鶏ももいただきます。こっち焼きお肉です。なんか鶏じゃないみたいな。おいしい。歯ごたえと噛み応えがすごい。味もおいしい、うん、でも なくても全然味ある、ね。階段、ちっちゃい階段があって、そこと上の上には10メートルぐらいの広場があるんですけど、そこが一番エネルギーが強いんですよ。そこに行くまでの橋が一本あったところ、あそこが一番エネルギーが強いんですよ。あそこで少し片付けもらって、悪いものを取ってもらう。はい、ということで夜ご飯ごちそうさまでした。ここの地鶏のお店すごい美味しかったし、何より接客がめちゃくちゃ良かったです。
なんで、ここのお店、夜ご飯やランチにぜひおすすめしたいお店でした。ということで、今から延岡のホテルに戻りたいと思います。今楽しみじゃないですか。ホテル到着。すごい、ちゃんとベッド2つある。あ、本当だ。ここで仕事できるじゃん。確かにトイレとお風呂場はこんな感じで、ユニットバスです。あ、歯ブラシとかはちゃんとついてる。歯ブラシとシェーバーとクシとボンボ。パジャマあったわ。なんだろう、バスローブみたいな感じのパジャマ式。あ、本当だ。とドライヤーもあった。よかった。はい、ということで今エンシティ延岡ホテルに到着しました。高千穂から、延岡までは車で、なんか有料じゃない無料の高速道路みたいなところを通って1時間15分ぐらいで着きました。今日の1日目の Vlog はいかがでしたでしょうか。今日はもう着いた日ということで、動くのが午後からだったので、まあこれでも結構カツカツに予定詰めて回ったんですけど、予定を詰めたくなくて結構余裕持って観光したい人は、ある程度高千穂周辺でもう1日っていう時間を作った方がいいんじゃないかなと思います。今回宮崎空港離発着なんですけど、熊本空港から出発してそのまま高千穂に行って一泊して南に下っていくかっていう感じの工程がいいんじゃないかなと思います。まだ明日2日目があるので、後半も楽しみにしていただけたらと思います。じゃあそんな感じで、もう今日はこれから寝る準備して明日に備えたいと思います。最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画いいと思っていただけたらチャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。